この場所はさ、ナスとかピーマン、トマトとかをずっと連作した場所なのね。で、それでも連作、障害は出ないのさ。何やったかっていうと、畝立てて、ビニールのマルチをかけて、で、4年ぐらいね、不耕起でやってました。まあ、4年に一度、3年に一度、まあそのくらいの頻度で耕してるから、完全な不耕起ではないから、半不耕起っていう形になるんだけれども、これによってね、何がいいかっていうと、まあこれを見てもらえばわかるんだけどね、土の状態をね。すごい粒々じゃん。ね。粒々。これは団粒構造っていうのができるわけさ。で、その団粒構造になるには、やはり生物性を高めなきゃダメなわけさ。生物性、生き物がいっぱいいる状況を作る。で、そのためには耕せば当然、ミミズだったりとか、ちっちゃい生き物、目に見えない生き物とかが、ね、こうやって耕すことによって、空気にさらされ、まあ、シモニアだったり、なんか、直射日光に当たったり、っていう形で、死滅してしまうということで、それを避けるために、半不耕起で、草もある程度生えないようにするためにビニールは使ってるけれどもね、自然のだったらビニールも使わないで草を生やして、まあ、それ手刈りで、草マルチっていう形でやると思うけども、その草マルチの部分を俺はビニールマルチでちょっと手抜きさせてもらったっていう形で、毎年不耕起だからこういう風にね、トマトとかナスとかピーマンの根っこが残ってるわけさ。これが残ることによって穴が開いて、その穴の周りに生き物が集まってくる。この根と一緒に寄生してね、栄養のやり取りしたりとか、そういうのの生き物の活躍活動がね、活発になる。それを狙ってやったから、こういう団粒構造、粒々のね、生物がいっぱいいる土。こういう土の方が、なんつだ、保水力と、排水性を兼ね備えたいい土って言われるの。理想の土になるのさ。もうこれ理想で、ここの土だっけ。上の家庭菜園でさ、自由にやってさ、営利目的じゃないから、ね、自由にやってるから、こういう土ができるんだけれども、耕すこともしないと。適当にやると。草は刈るだけっていう形。で、この団粒構造の見分け方、いい土の見分け方っていうのが、この土あるじゃん。握るじゃん。そうすると固まるのよ。一応固まるの。だけども、ちょっと続くとすぐ砕ける。こういう土がいい土なのね。で、これがね、腐食だったりとか、生物の力が弱いところだと、握ってもずっと固まり続けて粘土みたいになってたりとか、逆にね、サラサラで握っても固まらないみたいな土もあったりするんだよね。そういう風になるんだけれども、出来上がった土、完熟した土っていうか、土作りをね、極めた土っていうのかな、になると固まるし、すぐほぐれる。こういう土になります。こういう土になればね、この通路部分、草生えまくりなんだけど、もうすぐ抜けるのさ。すぐ抜きやすいのよ。ほら、根っことか抜けてくるじゃん。だから、除草もしやすくなるし、で、3年4年に一度耕すときも、クワで、手作業でも簡単にできると。で、さつまいもがまだあるんだけども、このさつまいも抜くときもすぐ抜ける。そういう形になります。だから、耕さないようにやるっていうこと。で、地作り。じゃあ、耕さないんだったら、堆肥どうやって入れるのとかね。肥料とかどうやって入れるのっていうと、その通路部分。まあ、今、ちょっと、さつまいもが邪魔なんだけれども、ね、早く取んなきゃダメなんだけども、ちょっと邪魔だ。この部分にね、ずっと有機物、刈った草とか、食べ物の残渣、なんだろう、大根の皮だとか、まあ、大根の皮も食えるんだけど、基本食わないところ部分とか、収穫した時に出荷できなかった部分とか、豆の葉っぱとかあるじゃん。そういうものをここに敷き詰めて、時々米ぬかを巻いて、ただ置いてるだけなの。だからこの通路部分の部分ね、ただ歩くだけの場所、ここで堆肥を作って、ね、その堆肥の力によって、生物性を高めて、こっちの方にも来てもらう。生き物が来てもらって、土を作ってもらうっていう形でやってます。だからこれだけでいいのさ。だから無肥料、まあ、化学肥料とか、そういうものは使ってないんだよ。牛糞堆肥も使ってません。植物性のものだけでも、随分できます。本当に。植物性の残渣をそこに置いてね。わざわざ堆肥置き場を作る必要はないです。通路部分、畝と畝の間にやっておけば、生物性がおのずと上がり、生物性が上がることによって、土の物理性、中をミミズが張って回って、で、物理性、なんつうんだ、柔らかくしたりとか、透水性、水はけを良くしたりとかしてくれます。で、そのミミズとか、そういう生き物たちが、ね、有機物、吸いたい有機物を食べて、糞して、その繰り返しによって、栄養素が保たれる。これによって、化学性っていうものが良くなるんで、土は3要素。物理性と生物性と、化学性っていうもので、ね、
生物性は生物、物理性は、まあ、そのまま上がると思うけれどもね、硬さ、柔らかさ、水の波形の良さ、水波形の良さとか、そういうもので、化学性っていうのは栄養があるかどうか、窒素、リン酸、カリはどうだとか、モリブデンだとか、そういう要素の話になってくるんだけども、そういうものが整ってくると。だから自然農法、有機農法っていうものは、栄養素だけを見て栄養素を入れればいいじゃなくて、アプローチとしては、いかに生き物を、生物を増やして、その生物性をもってして、土を、環境を作って、で、その結果で作物を作ろうっていう、俺は農法だと思うんで、そのためには、まあ、自然農であれば、こういうビニールマルチは使わないで、草を敷いてね、草マルチやるんだと。それすごくいいのさ。すごくいいんだけども、やっぱ、手が回らないわけだ。俺も、もう管理してる、関わってる畑で言うともう4ヘクタールとか 4万平米、5万平米とかいるし、で、いろんな別の仕事、別の事業もやってるから、どうしても手が回らない時があるから、どうしても株元だけはビニールマルチっていう形にして、でもその中でもビニールマルチをした上で、半分不耕起、ね、3年に4年一度耕すぐらいにして、あとは生物に、お任せして、俺は植えるだけ。で、通路部分、あっちと、この手前のこことかに、有機物を敷いて敷いて、どん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 敷いて、周りの草を刈ったら、この辺とかも刈り払い機で刈った草をどんどん敷いて、米ぬかをやって、そこで微生物を爆発的に増やして、まあ、要はここで堆肥を作って、その影響をこっちに汚すと。で、ナスみたいな、ちょっと肥料食いな、肥料を多く要求する作物に関しては、その通路部分とか、こっちの方とかね、に置いて、油かす、菜種油かすとかを、窒素分の多いやつをね、補給してあげる、ちょっとそういうの手伝ってあげる、植物性の有機物で、なんとか持たせるっていう形でやってます。だから、いっぱいいっぱい耕せばね、柔らかくなるかっつうと、そうでもないのさ。耕してないんだよ、ここ。耕してないんだけれども、トマトじてた。だけども、こういう風に、ね、柔らかいし、表面は柔らかいんだけど、奥はちょっと固めなんだよね。でこの、ある程度の硬さも必要なのさ。で、これをね、ほんのちょっとじゃん。5センチぐらい掘ったらもう指がすぐ入っていかないぐらいになるんだけども、この硬さもある程度は大事なわけさ。硬ければダメってわけでもないのよ。それは、やはり植物たち、自然にとって何がいいのかっていうのは、そいつらが一番上がってるのさ。作業する俺の身からすれば、ずっと10センチ、20センチ、30センチって柔らかければすごく楽なんだけども、かといってある程度の硬さが、まあ根っこ伸びるときにも必要になってくるから、うん、そういうことも含めてやっぱ考えていかなきゃってことは、それは一番上がってるのは自然なのよ。植物であり生き物たちであるから、ある程度人間は干渉しないっていう形、ね、干渉しすぎてこう深く深く深く30センチぐらいここを削土さなのよ。黒土入れてあるのがね30センチぐらいなんだけども、そこまで毎回トラクターで耕してもいいんだよ。持ってきてもいいんだ、買ってきてもいいんだ、ちっちゃい耕運機とかでも。それを毎回毎回やってれば作業はしやすいけれども、土の構造、生物性は下がる。生物性が下がれば物理性も悪くなって、化学性も悪くなる。だから俺は半不耕起ってやり方をしてるのね。どうしても、たまには耕したくなるっていうか、その作業の仕方、またこのビニールマルチの劣化がしてくるから、どうしても3年、4年に一度やるんだけども、そういう気持ちでやってます。うん。まあそんな感じだよね。だから生き物を生かす。生き物がここにいたいなって思う環境を作って、そのによって作物を作るっていう形でここをやってます。まあ、家庭菜園なんだけどもね。これ以上広くなればどうしてもやっぱ作業効率性とか、やっぱ体の疲れとかね出てくるから、どうしてもトラクターを使うとか一輪管理機とかね、そういうものを使っていかないとどうしてもやれないっていう現実があるから、そうなんだけども、こう家一軒分ぐらいの場所だから、ここはなるべくそういう自分の理想に近いようにやろうなって思ってやってます。まあ、ちょっと長く声で参考になればいいなと思って動画にしました。だから毎年毎年耕す必要はないんだよ。ビニールマルチだったら、まあ、3年、まあ、4年頑張って4年ね、持たすこともできるから、それでそこの下は人間は触らないと。ここの草は刈るとかね、刈った草はここに敷いておいて、それを土作りとして活用するっていうやり方、これをやってみてほしいなとは思うんで、半不耕起っていうやり方、ね、不耕起もあるし耕起するやり方もある、だけれどもその間の半分不耕起、半不耕起っていうやり方もあるんだよっていうことを分かってもらえればいいかなと思って動画にしました。まあ、こういうやり方もありますよってことで、これでいろんな生物がいる、生き物がいる、いろんな草が生えてるじゃん、もう雑草だらけじゃんね、
いろんな作物がある。これによって結構ね、連作っていうのは抑えられるんで、本当に連作っていう連作障害は出ないな、うちの庭ではね。うん、こんだけやっぱ植物がいっぱいあってさ、生き物がいるっていう環境がいいんだとは思うんでね。だからこういう土作りもあるんだよということをちょっと皆さんに知ってほしくて動画にしたので、こんな感じの動画を出していくんで、まあ、これからもよろしくお願いしたいなと思います。